炎上するぞ、お前。いいのか。だってこれ、知らない。ティモ。ティモ。ティモ。の次はティモくんにしてほしくないかもしれない。ダメ。ねえ、待って。待って、ほんと。よくお前そんな自信満々にかけたの。いきますよ。いきます。3、2、1。どこが二度と絵描くなよ。よくこれであの画家になろうと思ってるとか言ったな。やべえ。コメント、皆さん、なくなっちゃいます。二度と描かないように。帰れ。帰れ。帰れ。あと1時間したら帰ります。すげえ。インク出ないで。インク出ないで。そこですか。インク出ないでって言うけど、インクが出ないペン誰も買わないから。いやでも結構、でも昔から美術の時間絵描くなって言われてたけど、そうだよ、言われてたら言われてたらそうなるの、ね、なんでだろうね。え、お母さんに上手って言われたそうなんだけど、お母さんは愛か、あでも愛が良かったんか。でもお母さんに言われた幼稚園年中ぐらいの時に言われた。もう絵ぐちゃぐちゃでも言われてた時期は。そうだね。そこでも今すごいって言ってあげるの。デリカシーという後輩たちの対応なんですよ。はあ、またこんなことやってんなこいつっていう目で見るから。そんなことで尊敬してるよね。すごい結果なんですよ。尊敬してるところだったら10秒以内に3つ言って。3、2、1。イケメン、頭がいい。ちょっと待って、そこまで関わってない。バレた、バレた。2、3回しかやめて。俺あの絵で帰れって言われた後に頭がいいって言うのよ。そうなると次に来るのは目が悪いとか分かってるから。でも実際のところ犬好きじゃないですか、はい、もうその犬とは何年ぐらい。今9年の、ね、犬って結構寿命が長いんだ。短いっていう。もうなんか新種の犬種によるんですけど、ちょっと天然生えてますよね、うん、って言われますね。よくバカって言われて、よくバカって言われます。あ、日本語の可愛いですか。直されたんじゃない、ね、もう知らなくて。え、海外にお住まいになる。え、違います。当たり前やろ。フランス育ちや。フランス育ちや。めっちゃ日本ですね。めっちゃ日本ですね。だから、そう、12、3年ぐらいなんですかね、犬って生きるの。ですよね。13。お、長くて15とかじゃないですか。15ですね、たぶん。寂しいですね。でも北海道って寒いイメージがあるから、ほら、ね。別に長い、だからって長生きするとかじゃないですか。でもなんか、歌だじゃん。あの、犬は喜び、にわかけ回り、猫はこたつで丸かって、本当なの。いや、まあ、猫って本当ですよね。あんまり外出ないの、北海道とか寒いとこ。でも野良猫少ない。東京に来て、東京に来て野良猫いっぱいいることにびっくりしません。そうかもしれないです。そう、もうどこ歩いても猫いる。あ、それもあるし、もうね、新宿とか歩けばね、本当にあの、人もいるからね。いや、人は別物や。びっくりしたもん。でも今日も多かったもんね。そうね、めっちゃね。どうよ、思われました。俺思ったんだけどさ、洋服、うん、はい、お揃いなんだね。そうですよ。そうですよ。ユニットですか。そうです。ユニットですから、お揃いですよ。可愛いですね。でも、うちの姉と翔平くん、毎回お揃いにしてくれてますよね。あ、そうなんですか。え、付き合ってるんですか。え、うちの姉と。なんか、違うの。なんか、姉から聞いたら、翔平くんが、なんか服装パクってくるみたいなことを。え、そうなんですか。どうしてるんですか。そうですね。そうなんだ。そうじゃねえぞ。テレビ的に言ったら、まあそこはちょっとプライベートなところでとか言いたい。プライベートじゃねえ、あの姉は付き合ってないってことです。ところでね、こう面白く言うのがベストなんだろうけれども、それはないですね。一応気に使っとけ。付き合いたいけど、手が届かない存在ですとか、ないですね。やめえ。やめよ。やめよ。もうそろそろね、はい、本当に、うんうん、あのさっきね、はい、どこ出身なんですかとか言って、海外ね、出身なんですかみたいな話だけど、もうそろそろヤフーショップも始まって、うん、クルーズのね、ブランドは海外が主に、そうですね、はい、はい、仕入れとかもありますので、はい、そういう部分で、また似合う洋服とか、はい、今日は主に帽子とか、ね、ネックレス系の方をちょっと紹介するというところなので、はい、また楽しみにしていてください。帽子好きですか。好きですけど、全然つけないですね。ああ、そうなの。言ってきますか、帽子はかぶると言います。はい。帽子つけて歩いたらやべえから。やべえから。俺、こいつ帽子つけたんじゃん。なんか、ドミン、ドミンやべえ。日本語ってこれ。はい、ということで始まりました。はい、ということで始まりました。ここからはヤフーショッピングライブクルーズ TV 放送も合流で行います。はい、ここでクルーズ TV って何って方に改めて紹介したいんですけれども、毎週木曜日曜週2回19時から90分間、アベマ TV フレッシュの方で生放送している番組です。クルーズ TV は東京にあるセレクトショップクルーズ内にあるクルーズ世田谷スタジオより生放送でお届けしております。
ひあの観覧ご希望の方はお越しください。そしてスタジオのあるこの場所、セレクトショップクルーズはヤフーショッピング内にお店も出店しておりまして、海外ブランドを中心に150ブランド5000商品を取り扱っております。ぜひショップページもご覧ください。そして右下にいいねボタンがあると思います。ぜひそちらもヤフーショッピングライブご覧の皆様は押してください。そしてクルーズ TV ご覧の皆様はショッピングページがこちらにございます。ぜひ皆さん見てください。すごいいい。お姉ちゃんは噛むんだけどな。なんで妹噛まれんだよ。ね、このさ、目の圧力がね、すごいよ。もう絶対噛まないぞと思いながら言ったもん。いや、お姉ちゃんは絶対噛むの。姉は噛むの。絶対も、でも妹はさすが噛まない。さすが。でもこの圧力は怖えわ。すごいすごい。姉はそれに耐えてるんだよ。すごいね。先輩って怖え。先輩とか思われてねえだろうな。いや、先輩大先輩ですよね。すごいですよね。はい、ということでね、始まりましたので、また改めて自己紹介の方していきたいと思います。はい、クルーズの専属モデルしてます福永翔平です。よろしくお願いします。はい、そして私たちがアシスタントを本日務めます、せーの、サンドの飯よりハゲが好きデリカシーです。デリカシーのあゆみです。クミです。よろしくお願いします。そして本日ゲストに来ていただいた石木ひろかさんです。はい、普段モデルタレント活動してます石木ひろかです。よろしくお願いします。ひろか、思ったごめん、ゲストじゃない、準レギュラーなんだ。そうやもん、レギュラー陣。じゃあ俺、すいません、え、何、俺引退。え、ちょっと出口はちなみの方に。大貫さん、後でミーティングいいですか。いや、だってこんな美人が後構えますって言われたら俺太刀打ちできないって。そうだね、知ってる。え、そうだね。そうだね。そうだね北海道弁です。北海道弁。あ、ですよね、うん、今そう、今話題の。話題の。あ、そうだねーだ。そうだね。だいぶそれよくか、わからんちか、マジで。何言ってるの。なんでこっちの方がわからん。破壊か、マジ破壊か、マジバスか。あの、みんなに伝わるような日本語喋ってる。あー、むぜむぜ。むぜーって。翔平だったら、どっちを選ぶ。はい。翔平だったら、どっちを選ぶ。ね、なんでどっちを。どっちを選ぶかってですか。そんなこと言えるわけない。ね、言ったけど、コメントあげるぞ。ちなみに言っとくね、あの今無税って言ったじゃん。無税って鹿児島弁で可愛いとか美人なんだ。え、そうなんですか。無税とか嫌な意味に聞こえますか。あ、せかむせかこうとか言う。へえ、どういう意味ですか。だからすっごい可愛いとかすっごい美人とか、だから普通にこうブーってドライブとかして、え、めっちゃ今の子無税くねえ。へえ、イケメンはちなみに何て言うか分かる。翔平。いや、大貫さん、大貫さん、大貫さん、もう全然俺、1000円しかないですよ、全然俺、全然1000円しかないですよ、本当に。まあ、よかにせっていう。よかにせ。そう、ちなみに、まあ、NHK でセコドもやってる鹿児島弁っていうのは、またちょっと違うところもいろいろあるんだけれども、やっぱりね、よかにせとか、ぬせとかはいまだに使うね。だから、訳して若い子とかは、よかにせのことはよかにって。へぇ、そう。覚えました。覚えてください。はい、ということで、いきたいと思います。